はい、1307回始めます。7月3日です。今回ベストカーっていうところからね、車に関する話題です。車というか交通ルールというか運転マナーというか、そういった話題です。私もまあ車乗っててね、私もね、まあ今アラフィフなんですけど、20代後半ぐらいからかな、ちょっと私は遅かったんですよ、車、運転しだしたのは20代後半ぐらいから運転しだして、まあ最初の頃はほぼ毎年、年に1回ぐらいはね、駐車違反だったりスピード違反だったり、携帯電話の使用だったりチャイルドシートだったり、一時不停止だったり、もう年に1回ぐらいのペースでね、罰金払ってましたね。はい、それがね、まあだんだん減ってきたのかな。あと、まあ今仕事で車使わないっていうのがね、何年か続いてるんで、まあ、仕事中車使うと結構捕まるね。やっぱ、無理するからね、時々。あと慣れないところ走ってみたりね、するとやっぱり捕まってね、切符切られたりするんだけど、最近はなくなった。で、なんと私は絶対私の人生でないと思ってたんだけど、今ゴールド免許ですから私。はい、ただ運がいいだけだと思うんですけどね、本当に。で、今回運転マナーで何が出てるか、ウインカーね、ウインカー、これはかっこ悪いっていうことでウインカーしない人がいるみたいだね。はい、まあ例えばこれウインカーの話だけど、ちょっとまた話ね、なんかこれに沿ってベストカーの記事に沿っていくとね、話があっち行ったりこっち行ったりするんだけど、例えば高速道路とかで、まあ普通の一般道でもいいや、前の車がね、必要以上にノドロ運転だったり、自分の車の前に急に入られたりしたら、交通の乱れを無視したりね、そういった違反というなるような行為をするドライバーに遭遇することがありますよと。で、危ないと思ってもね、それ違反だよって相手に伝えられないからね、イライラするよということ書いてあります。で、例えば追い越し車線ね、高速道路でずーっと追い越し車線をマイペースでね、ゆっくり走るマイペースカー、これはね、よく遭遇しますね、高速道路走ってるとね。これをなんと追い越し車線ずーっとね、そこをノロノロ走ってるもんだからね、イライラして追い越そうと思うと、それはそれで違反になるしっていうことね、先に行きたいと思って、基本的には追い越すときは追い越し車線で、追い越したら一般車線に戻るっていうのがね、基本なんだけども、追い越し車線にずーっと居座るね、ノロノロ運転の車いますからね。これ本当はね、減点1、反則金6000円なんですよね、これ本当は。そんなことやってる車はね、だけどね、その時にちょうどよくね、パトカーとかね、覆面とかいればいいんだけど、で、左側ね、走行車線から追い越すこともう可能なんだけど、それ追い越し違反になりますよということみたいですね。私はよくやりましたけどね、これね、正確に言ったら違反みたいです。あとウインカーね、ウインカーもね、全くつけない車もいればね、かっこ悪いっていうことでね、いやもう考えられないんだけど、危ない極まりないんだけどね、危険極まりないんだけど、全くつけない車もたまにいますね。あと一瞬だけつける車ね、あれかっこつけてるのかわかんないけど、普通はだいたい曲がる3秒前ぐらいから、まあ回数で言ったら7、8回は鳴らさなく、チカチカさせなきゃいけないところをね、1秒だけ、まあこれたまに私もやるんだけどね、一瞬だけみたいなね、めんどくさくて、まあこれも本当は良くないよと、本当は曲がるちょっとね、3秒前ぐらいからウインカーはやらなきゃいけないよということ、書いてますね。はい、あとしょっちゅうブレーキを踏む車ね、これもまあ私はあんまりやらないと思うんだけど、やってんのかな、これちょっと分かんないな。しょっちゅうブレーキ踏む、確かにね、前の車がしょっちゅうブレーキ踏むとなんだなんだってなりますよね、不必要なところでね。私ね、時々やっぱりこう、今もそうだけど、寝不足でいる時とかね、運転してカクンカクンする時あるんですよ、一瞬。そういう時ね、眠い時とか不必要にブレーキ踏むね、まあやっちゃいけないんだよ、やっちゃいけないんだけども、やっぱやっちゃいけないっていうかね、眠くなっちゃう時あるから、そういう時ね、
危険だね。その時やっぱり変な踏み方するね、ブレーキとか私は、うん、はい、皆さん寝不足で気をつけてください。私最近あるとしたらそれだな、危険だなと思うのは寝不足、うん、はい、車ね、あと煽るとかいうのは本当やめてほしいね、煽るの、うん、やっぱり運転っていうのは、まあ、夜間ねライトつけないで走る、またはライト玉切れて走ってるとかね、そういう車があるんだけど、基本的にはライトっていうのは自分の走行するね前のスペースを照らすっていうことよりも、相手他の周りの車なり人なりに自分の存在を知らしめるっていうのがライトの役割っていう方が私は大きいと思うんでね、うん、走るだけだったら真っ暗の中だってね、街灯あるんだったら走れるんで、うん、夜間無灯火とかたまにいますからね、これはねやめてほしい。やっぱり人間関係、車社会、人間社会と一緒で、なんていうんだろう、周りね、うん、自分以外の周りの人たちが気遣ってっていうか馴染んでっていうのかな、うん、自分もそうだけど相手も事故らないように、うん、相手の立場に立って、ね、周りの車ね、例えば自分の前後左右にいる車、どういう人が運転するかって、まあ見れば分かるかも分かんないけど、なかなか分かんない時もありますからね今、うん、そういう時には、まあ、誰が運転したか分かんないじゃないですか、ね、免許取り立てのヘボいお姉ちゃんが運転してるかもしれないし、ね、95歳のおじいちゃんがおばあちゃんが運転してるかもしれないし、もしかしたら、ね、今もう出産間際の妊婦さんが運転してるかもしれないし、ね、歯が痛くて死にそうになってる人が運転してるかもしれないし、私経験あるんだけど、どんな人が運転してるか分かんないですよ、ね、ちょっと心の病がある人が運転してるかもしれないし、そういった場合ね、やっぱりね周りに気遣って優しく煽ったりせずですよ、うん、どんくさいねトロい車が運転しててもしたとしても煽ったりしないでね、優しい運転っていうのを心がけてもらいたいなと、またそうしたいなと思います。ということでベストカー、この記事にねいろいろ書いてありますよ。ウインカーつきない車とかね、追い越し車線を永遠マイペースで走り続ける車とかね、いろいろ書いてありますけど、やっぱり周りへの気遣いね、うん、これ大事だと思う。人間社会と一緒、うん、自分中心じゃないんだから、うん、あまりにもね今車に限らず自分自分私私っていう人が多すぎる、で周りが全く目に入らない人も多すぎる、うん、あと他人の痛みをね自分の痛みと思えるように、もう他人なんかが事故ってもいいんだっていう感覚で運転してる人もいますから、そうじゃなくてねやっぱりね事故ったりねぶつかったりしたら相手も困るわけでね、経済損失とかねあるわけで、それニヤニヤして運転してるやつもいるんだけど、そういう人の不幸をねわざわざね起こすような運転はしないように心がけていきましょうと、私はこの記事読んでそれぐらいしか思いませんでした。まあねちょっとねネタがなかったっていうのもあるんですけど、ベストカーからねタイトルウインカーつけないとかいうの書いてあったんですけど、まあそれに限らずですよ、うん、運転にまつわるエトセトラちょっと喋ってみました。1207回ね、優しい運転心がけましょう。よろしくお願いします。失礼します。チャンネル登録お願いします。